9月の10日にカピバラの赤ちゃんが3頭生まれました。今回はカピバラ展示場の池の中心にあるあの大きな島で出産が行われました。朝確認した時はもう子供は3頭生まれており、体も乾いていて3頭ともものすごく元気に走り回ってました。まだ臆病なので、走って行ったりすると逃げてしまいますが、可愛い姿を間近で見ることができますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。